花見と灰原の死に方が対比になってることに気づいて絶望したみんなの反応集。それではどうぞ。七海は上半身を吹き飛ばされて、灰原はおそらく下半身を吹き飛ばされたのか。この対比エッグいな。七海と灰原は今までも対比で描かれることあったけど、まさか死ぬ時まで対比にされるなんて思ってもみなかっただろうな。この二人の対比は今まで様々な視聴者を沸かせてきたけど、さすがにこの対比はちょっとやりすぎではないですかね。もしかしたらそうかもしれないって思ってたけど、やっぱそうなんや。えぐいな。いや、むしろもうこれは作者が手向けた花なのだろうか。なんかみんなは茨が下半身なくなった前提で話してるけど、これまでにそんなシーンあったっけ？あんまり記憶にないんだけど。灰原の身体体のシーンで明らかにお腹の部分に血が滲んでることから、下半身がなくなって死んだと思われてるんだったと思うよ。七人は上半身が消し飛んで、灰原は下半身、ずっと対比され続けてきた二人が迎えた最後もまた対比で終わるのがこだわりを感じるよな。灰原くん下半身なくなって死んじゃってたんだ。それは知らなかったから、今聞いて対比になってるのも知ってゾワッとした。すごいな。ここでは茨が登場した時は下半身はちゃんとあったし、全身あったからよかったよね。そこでなかったらそれこそ人の心ないもんな。ここで下半身なかったら下半身浮いてる亡霊みたいになるの、めちゃくちゃおもろくて逆に笑ってまうわ。正直この改変はしてほしくなかったな。灰原の表情がわからないってところが今回のキーだったのに、こんな露骨に顔まで出されるのは普通に残念だわ。わかる。それで言うと、原作派顔がわからないのもあるし、あえて下半身は描いてないんだよな。そこも改変されてて、原作の構図の完璧さが失われててショックだった。アニメ勢は仕方ないにしても、原作勢でこれを肯定してる人は一体何を求めてアニメを見てるんだろう。これは悪い改変だよ。灰原が死んだ時にクソって下等に対して当たるくらい取り乱してたけど、今回は全く逆の安心しきった表情なのも対比なのかな。鳥肌立った。もしそうだとしたらすごいね。確かに前回の感情とは逆になってる感じするし、灰原も死ぬ時は七人に笑顔であとは頼むって託したのかな。虎杖が真人に対してブチギレてるみたいな感じで、七人も下等に当たったりイライラしたりしてて、でも託した側はすごい優しい顔してる。辛いね。灰原が七人に対して笑顔であとは頼んだって言ってるの、すげーしっくりくるし、想像できちゃうのがまた心えぐられるよな。あんだけ怒り狂って全てが嫌になって、もうあの人一人で良くないですかって言ってた人が最後は託して終わるの、演出として完成されすぎてて涙止まらんわ。もうあの人一人で良くないですかってセリフも、今となっては虎杖にあとは頼むって呪いをかけてまで託せるようになったのが、この二人の関係値を最高に表してて本当にたまらん。五条先生が封印されたからってのはあるかもだけど、それでも託すことができたのが救いだよね。七人の上半身吹き飛ばされるとこが想像以上にエグくてびっくりした。ボコボコって体の色変わっていくところとかゾッとした。七人の死に方のボコボコってところは良かったけど、やっぱ後ろから話しかけてるのだけは納得できねえ。七人が安らかな顔して死んでいくのが何とも言えない感情になった。お疲れ様とも思うし、そうじゃない感情も出てくるし、灰原と七海の好きな食べ物も逆だし、ことあるごとに対比の関係を貫いてきたこの二人が最後まで対比されたまま終わるのが最高。おそらく最後の後は頼みますって言ってる感情だけ対比ではなく、当時の灰原と同じ感情だってのがまたエモすぎて泣いちゃうんだよな。原作でハバーンって感じの飛び散り方だったけど、アニメではボトボトって感じで重量感のある飛び散り方でめちゃくちゃエグかったな。耳七の時は細切れだったけど、真人のバーンはボトボト音が鳴っててもうわーってなった。
とにかく一貫して真人が呪霊しすぎてくれてるのがマジでこの物語と渋谷事変を盛り上げる鍵になっててほんまに最高なんよなぁ。七人が首の汗を自分のネクタイで拭ってるところがエッチすぎてそこから先は見ないようにしてるのですが、この先も見進めた方がよろしいですか？いつもきちっとした格好してしっかりしてるけど砕けた格好というかラフな格好な七人が愛しすぎて涙止まらなかったです。この虎杖に対しての後は頼みますって託したことが後に五条死亡直前の回想で伏線回収されるの本当に感動したしゾッとしたなぁ。自分は未来に託したことによって過去を迷わず選択できたって発言がこの後は頼みますってこととかかってるんだよね。そう思ったらまだ許せなくもないこともない。仮にそこがかかってたとしても灰原から始まって託した側は楽になっていろいろ自分で選んでるけど託された側は選択できずその呪いを一身に受けて頑張らないといけないの呪術すぎる。託されたことが重荷になるってよくある話だけどまさにこれだよね。呪いは回ってるんだな。海で踊ってるというか待ってる七人のこの解放された感じの笑顔が素晴らしすぎてもうそこにしか集中してないです。現実逃避七人が海でルンルンで踊ってるのがめちゃくちゃ楽しそうで本当に良かったと思った。ネクタイとかもほどいてリラックスしてたね。あまりにも晴れ晴れとした表情だからもう本当に心から休んでほしいと思った。灰原と二人で天国で出会えてるといいんだけどな。どうか天国では二人が幸せであって欲しいですね。マジで心の底から願ってます。灰原が出てきた時はなんでこんな怖い表情してるんやって正直思ってしまったけど指さしてるところは予想通りって顔だった。七人も灰原が死ぬ時に後は頼むって言われてたのかな。それが自分にとっての呪いになってたから虎杖に同じように託すことが呪いになってしまうってことだったのかな。灰原が死ぬ時に後は頼むって言ったのはめちゃくちゃありそうな話だなと思ったけどそもそもこの言葉を託すのは呪術廻戦においてのここ以外でもキーになってる部分なんだよな。一回渋谷事変入ってから伊地知さんのとこでは茨の痛々しいカット挟まってたからここで出てきた時は普通の姿してて安心した。灰原もここに備えてちょくちょく出すようにしてたのかなって事前に貼られてたであろう伏線を考え始めたらやっぱ制作人って人間じゃないんだなって。制作人、作者含め呪霊的ねもう彼らに抗う術はないんだよ黙って現実を受け入れるしかない。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。